こんにちは谷口太郎です本日は人間のプロトコルについて考えていたらやばいことに気づいた謎動画という動画を撮ろうと思います。えー、ちょっとですね、最近、あの、プロトコルについて考えている、まあ、プロトコルといっても、あの、まあ、一応私のチャンネルでは、えっと、ネットワークスペシャリストとか、あのネットワークの勉強してる人とかで、同じ資格、まあ、資格ですね。 あのコンピューターのネットワークに詳しい、まあ、技術者向けのなんか資格がありましてそれの勉強している方が、まあ、何かの動画であの見てくれている人だとプロトコルといえば、まあ、OSI 参照モデルとかすぐ思いつくと思うんですけど、まあ、まさに、えー、とその参照モデルをベースに考えているんですが、えーまあ、プロトコルというのは階層構造になっていてで、えー、まあいいか。<laughs> それをちょっと、まずちょっと前提として、あの、ベース、これをちょっと説明しておかないとあの、通じない部分があると思いますので、ちょっと簡単に説明しますと、OSI 参照モデルっていうのはまあ7層になっていて、でまあ、7層何,何を言ってるんだって感じだと思うんですけど、えー、コンピューター同士が接続されて何らかの通信をする、例えばメールを送る、 場合そのコンピューターの中ではその通信が階層化されているわけですね。で、えー、ちょっと分かりにくいと思うんですけど本当にイメージできるところだとコンピューターとコンピューターってどういうふうにつながっているかというと コンピューターがつながっているところを想像してもらいたいんですけど多分欄ケーブルまあもし優先欄でつながっている人は LAN ケーブルがコンピューターから出ていてそれがあのその反対側の機械なんか欄を指す機械に繋がっていると思うんですねでそれはあのこの物理層っていうやつになるんですが、えー、ここはまあなので物理的な繋がりなんですね第1層一番下は電気的な繋がりをしているわけですね で、その中に流れているデータが、まあ、データというか、なんだろうな。これちょっと本格的、本格的っていうか、ガチで説明しようとすると、本当ググってくれってなっちゃうので、でもそれじゃまずいわけですね。そ、そんなの調べる気はない人も見てると思うんですよ。ただ、なので簡単に説明したいんですけど、えー、まあ、Mac アドレスって聞いたことあったら嬉しいんですけど、 あの、LAN ポートにはまあ Mac アドレスっていうのがついてまして、つまり LAN の機械同士は Mac アドレスというのを使って、まあ、相手の電話番号みたいなもんですね。いや、この説明だとダメだ。もうちょっと例え話で言うんですけど、えー、例えようとするとわかりにくくなっちゃうかな。なんかあのー、えっ、ー、と、手紙ですね。郵便局の手紙とかで想像してもらいたいんですけど、 なんか手紙書きますよね。なんか書いて封筒に入れると思うんですけど、その封筒が、えー、まあ上の層ですね。上の層のイメージで、まあ、メール送るとして、えー、メールこれ手紙だとしちょっと考えてもらいたいんですけど、えー、封筒に入れてまあ切手を貼ってポストに入れる。まあ、まずポスト層があるわけですよ。ポストからポストに届くみたいな。で、でもポストに入れて実際ポストに届くわけではないですよね。ポストに入れたものを えー、次は、えーまあ、郵便局の人が回収しに来るわけですね。郵便局の車に乗って運ばれる階送があるわけですよ。で届く時もなんかこう郵便局の車に乗って届く配達があると思うんですけどで郵便局のその回収した車で届けるわけではないですよね。その郵便局の の,その郵便車郵便収集車みたいなその赤いワゴンとかだと思うんですけどあれで回収したやつは、えー、郵便局にその手紙を持っていってでそこでなんか、まあ、仕分けされたりとかそのどこ海外向けなのかその近所なのかとかあまあいい <laughs> 宛先によってこう分けてそれぞれの送り先になってまあ多分例えば飛行機を使わないといけないようなとこだと えー、コンテナにそれが乗って飛行機に乗るとかあとまあトラックで隣町ならトラックで運ばれるとかまあなると思うんですねだからその手紙その手紙の中身とかは全く知らないですけどその封筒がさらに何かコンテナみたいのに入れられて飛行機に乗るとかそんな感じになるとでこっち行って今度その飛行機で運ばれたコンテナからコンテナがなんかこうトラックで運ばれるとかまあ してその中身が郵便収集車に入れられて郵便収集車のまあ郵便収集車というかそういう、えー、郵便局に運ばれてでそのなんか郵便バイクとかで家庭のポストに届いてで相手に届くみたいなでここにいる人は封筒を開けて手紙を読むみたいなまあそんなイメージちょっとそういう手紙だとそういうなんかこう それぞれのこの役割みたいのが、まあ、手紙だと、まあ、その郵便局の車なんか高速道路走ってる郵便局の車とか <laughs> 飛行機とかそんな感じでこうそういう改装構造になっている改装っていう言い方も変ですけどまああの封筒がどんどんでかくなっていくイメージですかね手紙を封筒に入れてるんですけどそれをまあポストに入れたらそのなんか回収袋みたいのに入ると思うんですけど それの回収袋をさらにコンテナに入れて飛行機に積んでみたいな <laughs>、そういうなんか、感じで、どんどんこうカプ、カプセル化というか、なんていうんですかね、こう、包みがでかくなっていくみたいな感じですね。で、まあ、そのイメージを持ってもらって、ちょっと人間にもそういうプロトコルがあるなっていうふうに考えることができるなと、思う、まあ、思いますよね。これで考えたら。 このののアプリケーションの層の上には人間がいるわけですよ。結局メールって何日本語で書かれてるメール英語で書かれてるメール結局何,何かしらの言語で書かれていてこれを書いた人がいてそれを読む人がいるわけですねだから結局このコンピューターのネットワークの上には人間がいて人間のコミュニケーションの道具になっているわけですよまあ機械同士の,あの何か通信もあるとは思うんですけどまあ,あの上には人間がいると。 でそれでいくと人間、ま、まさにこのコンピューターネットワークの場合はさっきの感じになりますけど、それはここの人間にとって一番下の手段というか、物理的な手段であって、例えば電話するとか、まあなんか LINE する、メールする。まあ、直接会話だとまあ空気の振動とかになると思うんですけど、この口、口で喋ったものを耳で聞くとか、 えーまあ、手,手で書いた手紙を書いたとかなんかメールを打ったものを目で読むとかそういう感じになりますよねだからこういう、えー、階層があってでこの上には言語がある日本語まあ例えば日本語で相手に日本人同士がまあ日本語喋る人同士が日本語で喋る相手に日本語を伝える場合結局口で喋ることもできれば別にメールで日本語そのひらがなとかで打って 読ませることもできるわけなんでこっちは何でもいいわけですよ何でもいいというかまあ階層化してるわけですね。日本語のプロトコルがあって、えー、相手も日本語のプロトコルを持っていれば日本語で会話ができるでこの下まああのー、口と耳が両方その話が聞こえる自分の喋ってる、まあ近くにいるとかでだったら口と耳で会話できるとか まあ、あの、遠くの人だったら電話するっていうので、同じ電話機を持ってるとか、あの、いうので、こう、つながると。で、この日本語の上に何があるのか。まあ、日本語、英語、どっちでも、まあ、何語でもいいんですけど、えー、その上には、まあ、知識がいると思うんですね。その、知識といっても、難しい知識じゃなくて、共通認識というか、例えばな、リンゴが赤いだったら、 あの、リンゴの話する上で相手がリンゴのこと知らなかったら、まあ会話にならないですよね。あの、リンゴみたいな何かがあったみたいな <laughs>、何のことだみたいな <laughs> 感じになると思うんですよ。で、まあ、で、日本語だろうが英語だろうがリンゴはありますよね。まあリンゴ、まあ何でも、あの、ちょっと例えがうまくいかない可能性があるので、あの、あくまで今のお話は例えなんですけど、あの、まあ言語の上に、まあ、こう、知識。 あってこの知識は日本語でも英語でもまあ表現できたりできなかったりだと思うんですけど、まあ、そんな感じでちょっとここからちょっといきなりぶっ飛ぶんですけどこの考えでいくとこの考えでこういくと知識も結局プロトコルであってじゃあ何をその相手に伝えているのかっていうふうに考えていくとか最終的に魂になるんですね、まあ、魂というか意,識意志というか ここはもうあの言葉で表現できないわけででですよ言葉で表現できるのはここのプロトコルになるので、まあ、この辺知識と、まあ、言語っていうのはここはもうちょっとこう合体してるイメージなのかなっていう感じですけどただこの知識は言語の上に成り立っているっていうのがあってだからあのくっついてるんですけどただこれはあの違う言語でも表現できると思うので同じ知識を違う言語でも表現できると思うので、まあ、ちょっとここにはなんか階層があってもいいかなということで別に書いてますけど。 まあ、たここは一緒だと思うんですけど、合体した感じだと思うんですけど、ここの通信、ここのやりとりっていうのは、まあ、あの、実際にはこういうやり取りなんですけど、まあ、ここのやり取りができる。<laughs> まあ、あの、この考えは、あの、OSI 基本参照モデル、あ、OSI 参照モデルの、あの、考え方。まあ、今の話でもし、あの、納得した人は、あの、もしネットワークの勉強する場合は、これ、この説明です、まさに。<laughs> あの、 物理数は LAN ケーブル。同じ機械が、同じ LAN ポートの持ってる機械同士が同じケーブルで繋がっているとか、あの、光回線なら光ケーブルで、どっちも光が使えないと繋がんなくて、で、両方 IP アドレスを持ってないとせず、あの、できなくて、えー、っていう感じですね。まあ IP を持ってるってことは、まあそういうネット、インターネットに接続するな環境がない。 環境っていうか何な何ていうんですかね。まあそういう,こう IP アドレスを割り振られていないとまあ通信できなかったりとかそういう感じですね。メールだったらまあどっちもメールのソフトとかないとダメですよね。まあそんな感じで。ええー、となっていくとまあ同じ知識がないとかあの会話ができないと思うんですよ。でそれでいくと結局あのー、魂が。 魂って言い方もこれは言葉で表現できなくて私が頑張って表現したのは魂なんですけどなんか意志というかその人のなんかもう何でしょうね内なるそのこの言葉で表現されているものですね表現されている伝えるものというかまあ,あの知識知識自体ではなくて知識じゃなくてこのなんかこう何か意志意志みたいな 意思,とか意思の疎通っていうよくそういう言葉があると思うんですけどまあそんな感じででそ,それはなんだっていうふうに考えた時にちょっとこういう魂なのかなっていうふうに、まあ、なるわけですね。で、えー、なので,でこれを考えていたらその日本語の勉強英語の勉強、まあ、ちっちゃい子にですね子供にあに言葉を教えないとえー まあ要は絵本とか読ませるっていうのはその言葉を早く覚えてほしいわけですね。日本語を覚えてほしい。それはなぜかというとまあプロトコルをがないので通じないわけですね、話が。だから必要なわけですね。で、えー、それでいくとまあ知識も必要になってくる。りんごは赤いとか、<laughs> そういうことですね。セままセッットトでですねここはセットで 子供には教えていかないといけないっていうので私はちょっとこう何て言うか絵本とかで特にこういう文章の載ったような絵本が大事だなと思って今まで子供にそのちょっとにそういう日本語が載っているのを意識しているような絵本買うようにとかちょっと考えていたんですがこれを考え抜いたとこ考え抜いたところ要は これはちょっとあくまで一例なんですね。一例というかその言語を通,通したその通信のプロトコルであって、実際この言語を通さないパターンもまあいっぱいあるわけですよ。この魂、魂からつながる部分には。まあ、これはあくまで一例。まあ、それはちょっとあの違う話になるんですけど、これだけではないっていうのはちょっと言っておいた上で。でこれはあくまで一例で、一例というか一パターンで、 でそこにまあこういう言語を通した、えー、この魂のやり取りがあると。でなので,、えー、で日本語を使って知識を、えー、伝えるわけですね。子供とかにですね。でまあそういうふうに考えた時に、えー、日本語をまあ教えようっていう時にやっぱり数多く日本語に触れさせる。 必要があるなので、いっぱい絵本読み聞かせたりとかして、言葉を早く覚えてもらおうっていうので、日本語いっぱい聞かせる。まあ、触れさせるというか。まあ、それはあの、英語教育も一緒だと思うんですけど、英語を話させたいって考えてる。まあ、うちの子には別に英語はいいかなって思ってるので、あの、日本語の私はちょっとノイズだと思ってるので、あの <laughs>、ただ今、日本、英語ブームなのかなんか、英語を教えてる人多いので、あんまり、 あのー、意見が違っちゃう可能性が高いのであんまりあの言わないんですけど、まあ、うちはそんなに力入れてないっていうか力むしろ力入れないことに力入れてるっていうか <laughs> っていうところはあるんですけど、まあ、そこはあんまりちょっと話関係ない話になっちゃうのでどうでもいいんですけど、あのー、とにかくいっぱい触れさせないといけないでここもいっぱい触れさせないといけないですけどまずこっちで日本語がまあこう 分かるようになってきたらもうこれを、まあ、セットでこう触れさせなきゃいけないんですけどこれはんこれを通して結局何に触れさせなきゃいけないのかっていうとこれなんじゃないかっていうこれ伝わりますかねそこに気づいたわけですねそのつまりそのいくらこの魂のない日本語知識に いいいくら触れ触れれててても魂にないんでですすよ絵 <laughs> 絵本絵本を通してですねだからあのー、まあここを育てるっていう分には全然いいんですけどその広い目で見てっていうか将来的にじゃ将来的にじゃないですねあのここをここをあのこれも大事なんですけど、えー、ここを育てようと思ったらそういう絵本を通して いい絵本といいますか。そういうのは、これも含まれていないといけないって思うんですね。っていうのに気づいたっていうのが1個で、で、あの、この動画のタイトルでやばいことに気づいたっていうのはもう1個ありまして、これはちょっと大人向けなんですけど、えーえっと、英語を例えば、私は英語喋れないんですけど、英語を例えば習ってて喋れた人がいたとして、でも10年前は、 あの海外に住んでてペラペラだったけど日本に今10年ぐらい住んでたら英語全然しゃべれなくなっちゃったって人がいるとするじゃないですか多分いると思うんですねで知識に関しても、えー、10年前はこういう仕事しててすごいもう聞かれたらすぐ答えられるんだけど今じゃあの全然もう忘れちゃったっていう人もいると思うんですね専門知識とかえー、全然多分 だからその当時今もやってる人と会話できなくなっちゃうとかそういうのがあると思うんですねつまり使わないと消えていくわけですねこのプロトコルはっていうことに気づいてでまあそこまではあの伝わると思う伝わるっていうかわ言ってること多分分かってもらえると思うんですけどで矢場さんにちょっともう勘がいい人は気づいたかもしれないですけどつまりえー、これ 消えていくんじゃないかっていう <laughs>。日本語に触れてない人が日本語が消えていく。英語を喋らない人が英語を消えていく、えー。使わない知識が消えていく。ということは消えていくんじゃないかって思ったんですね。魂が。魂に触れないと、魂に触れていないと消えていくじゃないかっていうふうに思ったわけですね。これ結構大事なんじゃないかなっていう。だからあのー、日頃、ちょっと 感動する何か、感動しない日々を過ごしていると、なんか消えることに気づいたっていうところですね。それをちょっとあのー、この気づきを伝えたくなって、ちょっと急遽こんな図を書いて動画を作りました。まあ何かの参考になったらいいなということで。結構これ、この気づき大事なんじゃないかなって思いますね。ちなみにですけど、うちの子が 結構好きな絵本で、これ、プルタ君っていうのがあるんですけど、これはあのヘリコプター、消防ヘリコプターがどういうものなのかっていう、まあ、知識的な絵本でもありますけど、この絵本の、結構、感動するんですね、結構、意外と。その、まあ、大人が読んでてですね。 古田くんがまあ勇気を出して、すごい勇気を出すシーンがあって、僕のエンジンは強いんだ、負けるもんかっていう、まあ感じで、こう、救助ヘリコプター、新米のヘリコプターなんですけど、すごい頑張るっていう、まあ、頑張って活躍するっていう絵本なんですが、こういう、この絵本とか結構子供ながらに好きなんですが、やはり、なんか私はこの絵本に、あの、ここ、 これある、これある、ここまであるように感じたんですね。魂のようなものを感じたということですね。だからあの今後あの子供の絵本、だから言言葉がな書いてなくても、絵だけでも多分これのあるものはあると思うんですよ。だからちょっと今までは言葉とか知識、まあ、図鑑とかはまあ知識だと思うんですけど、これ言葉、 なんか、いっぱい文章が、読みやすい文章が載ってる絵本とかいいなっていう目線、そこをかなり重視してたんですけど、ちょこれからはなんか、これをトータルで、なんか、魂もちゃんと含まれてるかっていうのを結構大事にしたいなって思ってます。で、これに関しては、ちょっと大人も、あの、触れていないと消えるんじゃないかっていう感じですね。だからまあ、とりあえず、新エヴァ見とけばいいんじゃないでしょうか <laughs>。ということで、えー 以上です。バイバーイ。